第4三部作最終話の時間です。よろずや千家百物語の皆さん、よろしくお願いします。ついにこの世の頂を手にした九尾の狐は、長いまどろみの時を漂っていた。百物語第10話、白面金毛九尾の狐。これにて終幕。はい、どうもありがとうございました。よろずや千家百物語の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。
残すところはあと2チームでございます。